どうしたのじゃ、改まりおって。気色悪いことじゃの。うるさいな。お前こそ少しは黙って人の話を聞けないのか。仰せの場としてはまあまあじゃが、話など聞くまでもないわ。大方ディシャナの申しておったそなたの使命とやらに関わることじゃろ。そなた子を残さねばならぬのじゃろ。その相手にわらわを選んだというわけか。お主の子を産んでやるのも悪くはないかもしれぬ。産んでやるって、これ以上おなごに恥をかかせるつもりかえ。別にそんなつもりは。ならば言うことを言ってわらわをものにしてみせ。言われなくたって分かってるさ。僕と一緒になってくれないか。いや、僕のものになってくれ。普通のものであれば落第点じゃが、そなたにしては上出来じゃ。旧大点をやろうとなれば断ることもできぬのも仕方あるまい。そなたと添い遂げるとしよう。想像以上に難儀なことじゃ。このようなことになるとは、出会った時のことを考えると肌が泡立つ思いじゃが、そなた以外、いや今のそなたでなければただでは済まさぬだろうが、これが惚れた者の弱みということか。仕方あるまい。そなたにだけ特別にじゃぞ、わらわを好きにする権利をくれてやろう。そなたの幸福はわらわの幸福でもあるからな。思うことあらばいかようなことでも申しつけるがよい。わらわにできることであればどのようなことでも叶えてやろう。その代わりたんと愛してもらうゆえ覚悟しやれ。